さあ、今日はですね、はいはいはい、実は7月7日、七夕みたいで、うわー、なんといいね、七夕と呼ばれる日本古くからのお祭りなんですが、関さんなんか願い事とか。願い事も金だよね。金はもう本当にいくらあっても、いいわけだから。そのキャリアと今年になってもまだ金欲しい。金は欲しいね、金が。うん。でもそんなにもう無限じゃなくていいの。はい、ああ、うん。3億ぐらい。3億。3億ぐらい余裕で、なんかこう自分の好きなことに使えれば。なるほど、いいなっていう。ああ、いいですね。そうなのよ。夢ありますよね。でも大人になってからはやっぱね、自分のこう好きなようにね。そう。お金が使えるっていうのはやっぱいいっすよね。僕、はい、こう都心江東区に昔から、はい、今日構えてるんですけど、はい、まあ、そこに、でっかい家を建てたいんですよ。まあ別にお家がおでかくしたいわけじゃないんですけど、はい、まあ、その趣味のもの、貯めたものを整理する場所を、はい、そこに作りたいです。はい、ね、都心高いじゃない。うん。だからもう郊外に行くしかないのかって思ってるけど、思ってるけど、でも本当は江東区に欲しいんで、江東区に。で、3億欲しいってこと。3億で。そう。ああ、今日は何を願いますか？現実的ですね。何願いますか、七夕は。僕はですね、よく鍵をなくすんで。お家の鍵？はい。なくなった鍵が2個ぐらい戻ってこないかな。怖くない？どこで落としたかとか覚えてないじゃん。わかんないんですよね。あとやっぱ酔っ払ってる時に落としがちなんで。あ、そうか。お酒を飲むもんね。財布とかだったら親切な方が送ってくれるじゃない。はいはいはい、はい。警察に。でも、うん、鍵ってなるとなかなか特徴がないんで。まあね。あ、何もつけてないの？あんまりつけてなくて、ビヨンビヨンって伸びる。うん、うん。あれぐらい。俺ね、意外とでも、はい、鍵をね、2回ぐらいやっぱ落としたことあるんだけど。はい。探偵みたいに、自分でどこでどういう風に歩いたっけなって思い出して、で、多分落としたんならこの辺だっていうので、後日探しに行って、2回とも発見したんだ。すごい。そう。誰にも拾われてなかった。拾われてなかった。花壇の中に落っこって。花壇のよく見つけました。そう、あったーと思って。そうなんですよ。わあ、じゃあ俺も花壇の中探してみよう。そう。だその探すのもゲーム感覚にすると。なるほど。楽しいかもしれない。そうですね。そうそうそう。はい。戻ってきますように。はい、ということで、今年なんですけど、去年も UFO テーブルカフェで、はい、七夕のイベントが開催されていて、